わさせたゲーム。おお、できた。上手にはこれ。障害への理解を深めてもらおうと高松市が開いた出前授業では、補助犬を育成している一般社団法人の代表砂田真紀さんと介助犬愛ちゃんが講師を務めました。補助犬とは介助犬、盲導犬、聴導犬といった体が不自由な人の生活を助ける犬たちです。砂田さんは介助犬たちの役割を説明した後、児童たちに困っている人がいたらおせっかいと思わず、どんどん手伝ってあげてくださいと呼びかけました。人間でも介助するのは難しかったりするのに、犬でできるようになってすごいと思いました。自分から声をかけてあげて、あれ、助けてあげたら、障害者の人が喜ぶ。